リサール記念日はフィリピンの国民的英雄ホセリサールの人生と功績を称えるフィリピンの国民の祝日。マニラのバガンバヤンで1896年に処刑されたリサールの処刑日である12月30日に毎年祝われる。北カマリネス州大都にある最初のリサール記念日リサール記念日は1898年12月20日に 出されたエミリオ・アギナルド大統領の命令により、最初に制定され、1898年12月30日をマロロスのリサールを呼び、スペインによるフィリピン植民地支配のすべての犠牲者を追悼する国家の日として祝した。北、カマリネス集大とは、命令に従った最初の町であり、アントニオ・サンズ・中佐がデザインした記念碑を、 サンズ中佐とイルデフォンソ・アレグレ中佐主導で建造した。その際に、北、カマリネス州の市民及び、同州以外のビコール地方の人々から、資金提供を受けている。リサールの小説、ノリメ・タンゲレと、エル・フィリブス・テリスも及びスペイン植民地時代の、フィリピン初期に関する書籍、ステソス・デラス・イスラス・フィリピナスの著者、アントニオ・デ・モルガのために、 モルガと刻まれた三段の石造りのパイロンが1899年2月に完成した。米西戦争でスペインに勝利したアメリカ人はフィリピンを支配した。彼らがスペイン人よりも親フィリピンであることを証明するための努力としてアメリカの総督ウィリアム・ハワード・タフトは1901年にリサールをフィリピンの国民的英雄と名付けた。 一年後の1902年2月1日、フィリピン委員会は第345条を制定し、12月30日を祝日とした。イベントの総合差を強調するために、1948年6月9日に、エルピディオ・キリの大統領は、毎年12月30日に、統計、競馬、早洗いを禁止する、共和国法第229号に署名し、成立させた。 法律はまた、国内の旗を当日中は半期にしておくことを要求している。1949年のリサール記念日の式典を、式するエルピディオキリノ大統領リサール記念式典は、マニラのリサール公園で開催される。通常、大統領と副大統領主導で朝早くに開催され、独立旗竿に国旗を掲揚した後、 フィリピン空軍による儀礼飛行とリサール記念日への喧嘩が行われる。また、大統領は通常、この休日に最初に放送される年末の演説を式典で行う。式典は国内の別の場所でも行われ、州、市、町の主張が参列している。これらの式典はマニラでのものに似ており、大半の場合、旗の形容、スピーチ、 現地のリサール記念碑での喧嘩式が行われる。1937年12月30日のリサール記念日の演説でマニュエル・ケソン大統領は連邦法第184号を通じてタガログ語を国語として採用することを宣言した。第二次世界大戦中の日本の占領下でベニグの秋ノシニアとホせられる大統領が参加した1942年の リサール記念日プログラムには、リサールの最後のシミュウルティモアディオスの日本語での、リサイタルとカリバピの発足が含まれていた。1936年から、リサール記念日は、次期大統領の就任日でもあった。歴史家のマヌエル・エルケソン賛成によると、大統領はリサールが埋葬された場所及び1946年の、独立セレモニーの場所に面している、独立記念スタンドを、 就任式会場として通常は選択していた。1953年の大統領選挙に圧勝した後のラモンマグサイサイの就任式で約30万から50万人が式典に出席した。1973年の憲法の承認により就任日は6月30日に移動した。リサールが亡くなって100周年を迎えた1996年12月30日の 式典のプログラムには、サンチャゴ要塞の彼の官房から、処刑場所までへのリサールの最後の歩みを解雇し、その後彼の死の再現と、慣習的な旗揚げが含まれていた。2000年12月30日には、地元のテロリストが、マニラ首都圏の5つの地域で、爆破事件を起こし22人を、殺害、100人を負傷させた。 12月30日がクリスマスと元日の間に挟まれているため国家歴史委員会委員長のアンベスオカンポはリサール記念日を12月30日からリサールの生誕日の6月19日への移動を求めた。これによりクリスマス休暇待った田中の12月30日に開催されるのとは対照的に学生は記念活動に参加できるようになる。 2008年12月10日に大議員は第3読会で記念日を6月19日に変更する法案を承認した。しかし、第14議会の会期終了までに上院が採決を行わなかったため制定されなかった。2011年4月29日、ベニグの秋の賛成大統領はリサールの生誕150周年を記念して、 2011年6月19日を1回限りの特別休日にすると正式に宣言した。ありがとうございます。